はい、今年初の屋外でのテニス試合でございます。相手はケン様です。とにかくね、私サーブで勢いをつけていく作戦、もうこれしかないと思っております。はい、バックのダウンザライン、はい、どんどん押していきましょうね。やっぱりサーブで押しておくことによって主導権が取られると思います。そしてはい、難なく返すだけ、こういった楽な勝ち方したいですよね。ちょっとね、これ一時フォルトかなと思ったんですけど入ってたみたいです。まあ、サーブだけではありません、もちろんリターンも大事です。ちょっとね、ボール半分ぐらいアウトだったのかな。まあね、落ち着いたケンさんの逆クロスでした。これね、私ちょっとストレート打たれた方が嫌だった感じだったな。ボレーちょっとボレーミスがね、もったいない。でも誰にでもあります。サーブリターンが打ち込めるとそれはそれでまた主導権取れるんでね。今はもう決め打ちで逆ロ一発で仕留めました。ここはね、やっぱりもうちょっと冷静に、入れなければいけない。この辺がね、もう少しね冷静にやれば難なく決められるボールだったと思うんだけどね。あとね、サーブワイド甘えと非常に厳しい、もうそうだね、もう50センチコーナーに決まってればいいサーブだったんだけどね。私の中ではサーブは結構打点高いと思うので、結構高い打点から弾ませるっていうことはテーマにしてます。スライスもね、浅いスライス、深いスライス、自分で考えながら作戦を練っていきたいなとは思っております。ここはね、ちょっとリターンを強く叩いて、この辺から自分も走り出すんですけど落ち着いて、そしてネット手前に落とすと。これはとにかく落ち着いて処理しなければいけないということだと思います。心構えはいいボレーですね。今日ね、ケンさんと試合までにストップボレーを結構練習したんで、お互いにね練習したことをやっていきましょうっていうのがテーマだったかもしれません。正直ね、勝ち負けっていうよりも、とにかくテーマに沿って練習試合をしたいと思っております。ここナイスですよね。これももったいないですけど、いい試みですよ。私はね、やっぱり一つのこう技という中でこうやっぱりドロップっていうのをちょっとね、小技を入れていきたいなっていうのが私の中ではテーマですので、はい、ドロップ効きますよ、特に夏は。私のね、よくやるアプローチがね、コースが悪いんだよね。あんな前出てちゃダメだよね。しかも、ここはナイスボレーだと思います。これもストップボレーだったと思います。リターンもね、自信がついてくるんであれば打ち込んでいいと思ってます。リターン打って、ここでそして逆黒に揺さぶって、そして私はここでドロップです。これは一つの戦術ですね、私の中の。ちょっとね、球筋を変えて、実際アウトかななんて思っちゃったんだけど、オンラインでしたね。
実際ねこれ見てちゃんとこのショートコーナーに決まるとあんなに簡単に決まっちゃうんですよね。コントロールって大事だなと思います。あまりね試合の時にあの戦略ばっかりを考えすぎもダメだって言いますけれどね、考えてやることもでも大事だと思いますけれどね、無の状態で試合に挑めるのが一番本当はいいのかもしれませんけれども。ナイスコース、はいダメ。私はとにかくねあのサーブで押してく、入れに行くサーブっていうのは嫌です。セカンドもあの ほとんど私フォルトはあのしてませんので、セカンドもある程度攻撃的なセカンドで打ってるつもりです。逆クロスって大きいですよね。さあ決めるが良いトコビッチの勝利が、はい、ここも実際甘いんですけどね、甘いんですけどありがとうございます。